おはようございます。現在5月5日金曜日子供の日。9時を少し回ったところです。去る2日前ですね、5月3日。朝日新聞。買ってきたわけですけど、そこにね、アメリカ駐日大使の記事が三面ですかと。とんでもないこと言ってるんですね、この人が。今日ぐらいにまた、いろいろと、こう、インターネットとかでね、騒ぎになるかもしれませんけど。この人が何を言ったかというと、G7。主要な7カ国首脳会議 G7 ですけど、そこの中で唯一同性婚できない日本、エマニュエル大使はですね、政治は追いついてと。何に追いついてっていうかと言いますと、地方自治体や世論に追いつくことを望む。まあ、偉そうに語っているわけですけど。そもそも、同性婚とかそういうのは、別にね、法律で決まってはいませんが、もともとそういうことに寛容な日本だったわけですよ。それはまあわざわざね、その G7 サミットまでに、同性婚のね、LGBT 法案ですよ。これを認めろと言わんばかりのね、まあ、内政干渉というか、この人、シカゴの市長だったらしくって、まあ、聞くところによると、そういう活動をやってた人らしいですね。まあ、そこへ朝日新聞が飛びついたと。ところが、それに反旗を翻した。まあ、これは、こういうふうに。ある人が立ち上がったわけですよ。エマニュエルね、アンバサダー to Japan is destroying Japan's culture by pushing pro LGBTQ registration, LGBT 推進法案です。Journalist from Okinawa said, これは誰かと言いますと、ガナハ・マサコさんですね。ガナハ・マサコさんがここ、今映ってますけど、このアメリカのフォックスニュースに出演しまして、エマニュエル氏の内政干渉を非難。多くの日本人はこの明らかな内政干渉に憤っている。私たちの国や文化を破壊していると、フォックス&フレンズという朝の、まあ、こちらで言うと、まあ、バラエティショーみたいな、にこう出てですね、訴えました。そうするとですね、それを見た、ネット民ですかね、向こうの。もう、アメリカのネット民がですね、恥さらし、誰がこんなやつを大使にしたっていうふうに。まあ、かなり騒ぎになってるわけですよ。なかなかのね、ガナー・マサコ氏や前シカゴ市長のエマニュエル氏が日本の内政にあからさまに干渉していると非難し、エマニュエル氏は私の国をダメにする前にシカゴを直すべきと述べた。まあ、いろいろな活動をやってたらしいんですよ、この人はね。エマニュエルさん。まあ、すでにですね、アメリカでは LGBTQ の権利に関する認識をですね、促進する法律を、この、進めようとして、反対になってるわけですね。まあ、アメリカに限らず、ヨーロッパでもそうですけどね、いろいろ。辞任、ね、男なのに明らかに私は女だと言って、女子トイレとかね、入ってくる輩が
いるわけで、それを認めてしまうのかと。まあ、極端に言えばですけどね。まあ、大半はまあ、こう、同性愛婚を認めてほしいっていう、まあ、そういう方の主張はわかるんですけど、それを悪用する人が、日本でも出てきましたよね。ある自治体が、男子女子トイレをこうなくしてですね。事件が起きてますけど、アメリカではもっとひどいことが起きてますし、ヨーロッパでも起きてる。だから、この間、そういう LGBT のこの団体がですね、この法律は通さないでって、いう報道がありましたけれど、まあ、その方を見つけたら、概要欄に貼っときますけど。まあ、いまいちな大使ですよね。できれば、他の人に書いていただきたい。思うんですけど。いかがなもんでしょうかね。ガナガさん。まあ、ガナガさんについては、コロナ禍ですかね。の前かな。この方のお父さんが、まあ、やらかしたことはあるんですが、ガナハさん自体はですね、本人自体も、積極的にこういうアメリカの、まあ、英語もペラペラなんでね、この人は。日本の政治家とか、何をしてるんでしょうか。飽きに果てるっていう感じがしますけど、てなわけで、まあ、ふざけんなエマニュエル君ということで、この辺でね、7分足らずですけど、子供の日ですけどね、ゴールデンウィークもまあ、今日で終わりの方もいると思うんですけど、まあ、私がいる、住んでいるところでは、快晴ですね。ということで、この辺で終わっておきます。